ムルタラ・ムハンマド、ムルタラ・ラマト、ムハンマド、マートラ・ラマット・マハミド、1938年11月8日から1976年2月13日は、ナイジェリアの軍人、政治家。1975年7月29日、順庄の地位にあった時、役部五オン軍事政権をクーデターで打倒した。最高軍事評議会議長として、全権を掌握し、 全政権下で横行した腐敗を一掃するべく、請求な改革を施し、ソ連寄り外交を展開した。1976年2月13日、ディムカ中佐のクーデターで殺害されたが、オルシェ軍おばさん女参謀総長が鎮圧し、ムハンマドの路線を踏襲した。ムハンマドは、ゴーン政権の前のジョンソン・アグイーイコール異論し、政権にも反対していた。イロン氏は、 イボ系の軍人によるクーデータを収集したが、北部出身者は、異論子を疑っていた。北部には、クーデータ機運が醸成されていた。安倍奥多兵衛の北部出身兵士が1966年7月29日、防御した。当初は、北部の独立案もあったが、経済的混乱を、官僚やイギリス外交官に指摘され採用しなかった。クーデータは、五温中佐を、 ナイジェリア国軍最高司令官として実行された。ムハンマドは自らが指導者になることを望んだが、ゴごンの方が上官であり、またムハンマドは米英の指示を得られなかった。彼は仲裁昇級し、司令審査官に任命された。ビアフラ戦争中ムハンマドはナイジェリア国軍の第二師団の総司令官を務めた。第二師団はビアフラ軍に反抗し、 中西部州を奪還し、ニジェール川を渡って、ムスカからエヌグを交軍する第一師団と連携した。イボ人の住む中西部州の国境の町アサバでムハンマドは、妊婦がレープされ殺害された事件のために避難された。ムハンマドはこれを否認し謝罪することはなかった。またニジェール川とかの際に、ビアフラ軍が破壊した橋の再建を待ったが、 ラゴスの司令部が彼の軍港を妨げようとしていると考え、図書を始めた。結果として、都下の備えのない部隊は流れに飲まれて、対岸のビアフラ軍から標的とされた。ムハンマドは多くの犠牲を伴って二度撤退し、アバガナでも同様の経験をした。燃料タンクがビアフラ軍の爆撃で損傷し、ほぼ全ての輸送用燃料が流出した。ムハンマドは、 司令部から懲戒を受け、司令官から外され、イギリスへの長期休暇を与えられた。ムハンマドは、ビアフラ戦争終結後帰国すると司令審査官の地位に戻され、これが軍での最後の任務に思われた。しかし、ブオン政権が汚職まみれであるとの評判を聞き、殉将として、オバサンジョ殉賞や、テオフィルス・ダンジュマ殉将ら他の将校から、 クーデター計画を聞くと、ナイジェリア軍の勝利に貢献した将校も功績が認められていないとの不満が高まっていると、指揮し自分たちがやれば、ゴボン政権よりマシであると考えた。ムハンマドは九百七十五年七月二十九日、ゴボンがカンパラで開かれたアフリカ統一機構首脳会議で、外遊中にクーデターを実行し、自ら国家元首に就任し、オバサンジョウ参謀総長、 ダンジュマを陸軍参謀長とした、ムルタラムハマドの政策は民衆の指示を受け、彼の決断は伝説上の英雄に祭り上げられたが、彼が偽善的で汚職は続けられたとの批判もある。彼の最初の行動の一つは、北部の希望を偏重した1973年の国勢調査を破棄し1963年の数値を使うことであった。ムハンマドは、 連邦幹部と、州政府を取り替え、ご音政権とのつながりを断ち、信頼回復に努めた。1万人以上の公務員が解雇され、年金なども失った。行政、司法、軍、警察、外交、公企業、大学などにも影響を与え、裁判にかけられるものもあった。10万人規模に肥大化した軍の将校も武装解除、された。連邦執行評議会の25の 大臣ポストのうちの12が民間人に当てられたが、内閣の権限は最高軍事評議会に次ぐ、ものであった。ムハンマドはかつて州に割り当てられていた、連邦政府の権限を停止し、州政府の権限を戻した。新たな軍政知事らは、軍事評議会の議席はなかったが、ムハンマドの政策を実施した。連邦政府は二大使を接収し、雇用新聞化して、大学も連邦の支配下に置いた。 ムハンマドは第三次国土開発計画を策定した。インフレーションを恐れて通貨供給量を減らし、高企業を抑えて私企業の活性化を訴えた。外交ではナイジェリア優先を掲げ、オペックの協調に脅威を与えた。非同盟外交も放棄し、特にアンモラに関して顕著となった。OAU は勢力間の和平交渉を仲介していたが、南アフリカの アンゴラ全面独立民族同盟支援を引き合いに、して1975年はツムハンマドは、ソ連側のアンゴラ解放人民運動、アンゴラ人民解放戦線の政治部門への支持を表明した。これには、キューバとソ連の支援を非難する米国との関係が変わった。10月には、ゴーンの注文したソ連製航空機がナイジェリア空軍に納入された。 ムハンマドは1976年2月13日、ブカスカディムカ中佐のクーデタースイにより殺害された。執務室であったラゴスの同弾兵衛からの彼の車は待ち伏せを受けた。ウォーリック大学に留学中のゴーンダも首謀者として避難された。政権はオバサンジョが引き継いだ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。